ルイジブラインスはオランダ出身のサッカー選手。SBV エクセルシオール所属。ポジションはミッドフィールダー。イタリアの家系である。ユース時代を SBV エクセルシオールで過ごし、そのままトップチームに加入した。加入当時、エクセルシオールはエールステ・ディビジーに所属していたが、翌シーズンにエール・ディビジーに復帰し、その原動力となった。この活躍がきっかけで、 オランダの4強とプレミアリーグのトッテナムホットスパー FC から獲得のオファーが届き、同じロッテルダムにあるフェイエノールトと複数年契約を締結する。リーグ戦70試合に出場し、2010から11シーズン限りで対談した。2011年10月11日、以前からトレーニングに参加していたオーストリアブンデスリーガのレッドブルザルツブルクとシーズン。 終了までの契約を結んだ。同年12月19日、双方合意の下クラブとの契約解除が発表された。2012年3月9日、フルスであるエクセルシオールに復帰した。2013年1月15日、リーグアンのオグック・ニースに移籍した。2014年9月17日、再びエクセルシオールに復帰することが発表された。2007年、地元、 オランダで開催された UEFAU-21 欧州選手権2007に招集され2連覇に貢献した。セルビアといった決勝戦では87分に4点目となるゴールを決めた。ありがとうございます。